どうも皆さんこんにちは。はい、どうも皆さんこんにちは。今回はなんとあのめっちゃ有名なカスタムマップザ・ドロッパーを元にしたミニゲームをプレイしていきたいと思います。これ実はですね、最近追加されたミニゲームなのでやっていきましょう。はい、では皆さん見てください。よく見えないと思いますが、はい、こちらがザ・ドロッパー。ゲームの目的は、まあ、一番下に水があるのでしないように水に入るのが目的です。はい、それで途中にいろいろなんかね障害物があって、はい、まあ、ザ・ドロッパーと本当に似てますねこれ。はい、まあ、落ちながら障害物を避けて最後に水、もう本当ザ・ドロッパーと同じですね。もともとのカスタムマップからも何個かマップも取ってきてるらしいです。オッケー、じゃあ、ま、始まった。オッケー、オッケー、あっ、いけるか。水あった、水あった、いける、これはいける、これはいける。それポータルを探さなきゃいけない。こっちだ、いったいった。え、めっちゃ早いんだけど全員。よいしょ、オッケー、2つ目、2つ目と早速。うお、あー危ねえ。よいしょ、え、ちょっと待って、マジかマジかマジか。これはマップがロードされなかったんだけど、今やばいやばい。これ実あ、よっしゃ、スピード勝負なので、よっしゃ、なんでこれの。今3つ目のマップ入りました。皆さんこれは、え、3つ目もういっちゃった、いっちゃった。やばい、僕めっちゃ下手なんだけど。え、このマップ、え、ここ、え、マップからロードされないんですけど。え、めっちゃ下手なんだけど僕。まあいつも通り。いや、え、ちょっと待って皆さん、なんでこんなに下手なの。マジで僕今4つ目入ったよ。僕はものすごく2個目に、なんで皆さん、あ、やっと4つ目難しいよこれ。これね、スピード勝負なので5個全部最初にクリアした人が勝ちという。うわっ、あ、もう誰か終わった。もう今ちょうど誰か終わった。オッケー、多分次僕終わるよ。あ、やばい、3つ目はクリア。うわ、2位もゴールしちゃった。早く早く早く。いや、僕が3人目だと思う。何これ、え、無理だろこれ。え、マジで狭っ。え、はい、皆さんゴールでございます。マジで、yes。では皆さん2回目ラストです。今回こそ5位の右の ここに入れるように頑張りましょう。はい、で今回結構ね違うマップも多分あるので、はい、やっていきましょう。もう頑張ってね、ズームインして。あ、ズームインいいかもね。で僕なんかマップがロードされるのが遅いから、うん、見えにくいんだよね。あ、マジで。そう、めっちゃ下の方に水がギリギリ見えるよ、ギリギリ。僕見えない水。スタート。あ、早速し、プー、お、お、よっしゃ、一発クリア、イージー。こっちだな、オッケー、一発クリア。え、よっしゃ、いっぱい、一回失敗したのに順と同じ時間だぞ。え、なんで、え、なにこれなにこれなにこれ。え、ロードされてない、ロードされてない。なにこれ、あ、これ確か元々のカスタムマップにあったやつだ。まあ、今ロードされてなくてもできたよ今。鳥居は、あ、これ前回一発でクリアできたやつ。あ、マップがロードされない、なんで。イエス、まさか僕1位か今ね。もうほんとマップがロードされない、やめて、頑張れよ。何これ、でも一瞬でも反応しておけないといけないこれ。マジで OK、 一応できた。そうだな、僕ラストマップ来てるよ。え、早くね、これ何これ、何も、あ、これ水もしかして、あ、何これ、yes。 え、まさかまさかまさかね、まさか、これ優勝。え、ちょっと今ギリギリ入れたなお前。あと1秒だったよ。え、2、2いけんじゃないお前、2、2、2、ナイス。よっしゃ、今ね車ほんと5ブロックの差でやっと見えて、うん、やばいと思って。ああ、そういうことか。なんか遠くが見えない人にとってはこれ、その近づくと同時に見えるようになるからめっちゃむずいのか。はい、もう、ああ、それは難しいな。まあ、それでも2位って結構、結構僕的にはいいと思う。結構すごい。てか今回なんか上手い人がいなかったと思う。前回とかなんかみんななんか上手すぎたからさ。まあ、okay、いいね。じゃあ皆さん今回はここで終わりたいと思います。思います。これいろんなマップがあるので、多分第2回でまたやったことないマップをやりたいと思います。じゃあ3、2、1、アディオス。